日本東京都小平市小川町小川町は東京都小平市の町名。現行行政地名は小川町1丁目及び小川町2丁目。住居表示未実施。郵便番号は187-0032。小平市西部に位置する。北で、栄町、小川西町、小川東町、東で、中町、南東で、学園東町、学園西町、南で、 津田町、高野台、南西で、上水新町、西で、中島町、北西の道路上の一点で、東山都市桜が丘、このほか北西で、東山都市向原と隣接する。大梅街道駅伊藤から新小平駅、小川駅、東山都市駅付近の大梅橋に渡る東西に長い、区域を持つ。住宅も多く建設されているが、工作地も広く残されている。 立川市や東山都市、国分寺市、東村山市などと近い距離にある。小平市役所所在地でもある。住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、小川町2丁目1365番10の地点で23万1円、平方メートルとなっている。小川町の地名は、江戸時代に小川一帯の開拓者の名に由来する。また、 市の名称にもなった小平の由来ともなったとされている。小川の開拓した平坦なの省と平でこの地の特徴である平坦な地形を合わせて小平とされた。小川町は五毒であり、正しくは小川町と読む。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 西武バスコ平営業所が東山都市駅寄りに所在する。ありがとうございます。